れでは平選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。まさかの2ゴールの大活躍でした、はいはい、まずいかがですか。まさかでした1点目嬉しかったんですけど、はい、2点目はびっくりしました。1点目はやっぱり素直な喜びがありましたか。あ、はい、そうですね。インタビューでもおっしゃってましたけど、かなりセットプレーは意識して、はい、今日臨まれてたっていうことですよね。そうですね、前日のトレーニングからセットプレーの練習はしてたんで、まあ、練習通りのボールが来た感じだったんで、まあ、入ってよかったです。あ、もうあれは練習通りの形で、はいはい、2点目はどうですか、まあ、チームの3点目なんですが。2点目も同じようなスピードのボール来たんで、まあ、雄平のキックはすごい良くて、まあ、あとは中の入り次第だなって思ってたんで、まあ、それが今日点につながってよかったです。ずっと守備がいいっていうイメージがチームの中であって、今日は得点でも貢献ができて、まあ、個人的にもすごくこうプラスの多い試合になったんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。まあ、守備に関しては、まあ、ディフェンス陣だけじゃなくて、まあ、チーム全体の守備意識が高いし、まあ、それで結果的にゼロに抑えられているので、まあ、チーム全員がそういう意識を持ってやっているのが今結果につながっているかなと思います。あと得点した時にね、拳をスタンドの方に上げられてましたけど、はい、あれはどなたかに向けてとかではなく、あ、ベンチにやってました。はい、ベンチに行く時間なかったというか、まだ前半だったので、まあ、そんな喜びすぎてもあれかなと思ったんで、とりあえずベンチに向けてやったつもりです。ベンチに向けてなんですね、はい、ベンチに、まあ、もちろん監督コーチ陣もだし、ベンチにいるチームメイトに向かっても。そうです、そうです、はい、まあ、そういうところでやっぱりチーム一丸となって戦ってるっていう空気が伝わってきますね、はい、そうですね、みんなで喜んでくれたので良かったです。やっぱり今日の試合、まあ、相手大宮で勝ち点も並んでいる相手ですし、すごくこう大事な試合になるという意識では入られたんですか。そうですね、まあ、ここから上に行くためにはやっぱ同じ順位ぐらいの相手には負けられないと思うし、まあ、どのチームにも負けられないんですけど、まあ、今日は勝ってよかったですね。守備の話もされていましたけど、4試合で1失点っていう、これ今どんな部分がうまくいっているというふうに改めて思いますか。もちろんピンチはありますけど、まあ、そこ最後全員で体張った結果で、まあ、結果的にゼロに抑えられているのは、まあ、チームとしてすごいことなので続けていきたいです。キーパーとディフェンスラインの連携もすごくいいように見えますよね。そうですね、まあ、キーパーももちろん後ろから声出してくれるし、まあ、鼓舞してくれるし、まあ、すごい頼りになります。まあ、皆さんに聞かれていると思いますが、9月に次男の誕生があって、はいはい、こうやっぱりこう気持ち新たにまた今プレーされている部分があるんですが、メンタル面でこういい影響というのはあるんでしょうか。はい、いい影響はありますけど、そんなに変わらないつもりでやってますけど、まあ、より責任感ある、まあ、行動とか、まあ、いろいろやっていきたいなと思ってますけど。でもまあ息子さんの話になったら笑顔になられますよね。そうですね、まあ好きなんでそりゃそうですよね、はい、ただまだ会えてないんですね。まだ会えてないんですよね。1ヶ月経ってから会えるような形なので、まあもう少し経ってから会いに行こうとかなと思ってます。まあ息子さんが生まれた後でこういうふうにこう点を取れたっていうのは、ちょっと関係がないことはないのかなとは思うんですけど、どうですか、そういうもの感じられますか。はい、感じます、感じます。無理やり聞いてますか。感じますね、はい、感じました。今日ありがとうございます、はい、この、まあ、これで4試合チーム負けなしということになります。これからこう上位を狙っていくことになると思いますか。もっともっと今後戦う上でどんなところが大事になるというふうに思われていますか。今後、まあ、もちろん守備が今失点ゼロのゲームとか、まあ、少ない失点というのは嬉しいんですけど、まあ、そこで失点してしまってもチーム全体で崩れないで、まあ、どう戦っていくかというのを試合中に選手同士が話し合って、まあ、試合中により良くしていくチームになればとてもいいかなと思うので、まあ、難しいゲームが
あると思うんですけど、まあ、それをどうやって乗り越えるかっていうのをチーム全体で話し合って戦いたいと思います。サポーターの皆さんにも今後に向けて一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。次の試合も全力で戦うのでまた応援よろしくお願いします。社長が見てますよ。ありがとうございます。取りました点。あ、よかったですね今日。はい、ずっと言われたんです。早く取れて、はい、よかったです。よかったです、はい。